俺らの勝ちだぜ。ごめん、みんな。やっぱりサスケくんは私一人でやる。まさかキバヤリーさんことカカシ先生。すみません。久しぶりだな、団蔵。ウチハの事件以来だな。ウチハ、まだだか。ゆっくり話をするつもりもなしか。話ならば、お前を捕獲した後、ゾン。なるほど。まだら。奴の能力は未知だ。用心しろ。はっ。この先に。名は内葉サスケ。桜、誰だ、お前をそんなにしたやつは。やっぱりサスケくんが最高ね。サスケ、俺と勝負しろってばよ。うすらトンカチが、なんでお前とそんなことを。仲がいいね、お前たち。私がやらなきゃ、サスケくん。さて、これで邪魔者はいなくなった。団蔵、そろそろ本番と行くか。うちはサスケか。サスケ、お前は下がっている。巻き込まれれば死ぬぞ。さて、どれほどか見せてもらうぞ、サスケ。貴様を始末する前に、一つお前に聞いておきたいことがある。なんだ？お前を含む木の葉上層部の命令で、内葉たちに俺の一族を抹殺させたのは本当か？本当かと聞いてるんだ。あいつはそんな男ではないと思っていたが、いたちめ、死に際にすべて喋りおったか。やはりお前だけは特別だったようだな。本当だったってことか。自己犠牲、それが忍びだ。日の目を見ることもなく影の功労者、それが忍び本来の姿。イタチだけではない。多くの忍びがそうやって死んでいった。そういう者たちのおかげで平和は維持されてきたんだ。だがお前に秘密を明かしたイタチは
木の葉に対する恨みで。それ以上イタチを語るな。そうだな、これよりは目で語る戦い、言葉は不要だ。戦闘開始。本シンクル派潰す。たまれ。小僧が、なるほど、ただの小僧ではないということか。消えろ、団蔵。リカさん、ほう、アマテラス、ほう、ジェントン、ダゲス、ほう、ほう、なぜこんなゴミの命など残す必要があったというのか、イタチ。まだこいつはお前の唯一の。そのものではないか。こいつらわしを凌駕するか。もらった。皆さん、アマテラス、ほう、ジェントン、投げ取れ。皆さん、アマテラス、勝負あり。わかったか。これが目で語る戦いだ。ウチャをなめるな。自己犠牲を語ったお前が人質とはな。自分の命が惜しいわけではない。木の葉のため、忍びの世のため、わしはこんなところで死ぬわけにはいかん。どんな手を使っても生き延びる。この女はそのための犠牲だ。動くな、カリン。人質ごと。兄さん、まずは一人目だ。うちは…カリン、人質に取られるようじゃ足手まといだ。逃げられると思うな、団蔵。
忍びの世のため、木の葉のため、お前らは決して生かしておけぬ。これは裏将軍じゃ。サスケ、団蔵から離れよ。ヒルゼン、結局わしは火影にはなれなかった。どこまで行ってもお前には追いつけなかったよ。お前は光を浴びる頃だ。俺は闇の中の根。こんな俺をどう思う？なあ、ヒルゼン。どうやら己の死に際で発動するように道連れの封印術の術式を組んでいたようだ。危なかったな。次だ、木の葉へ向かう。そろそろ頭も冷えたかい、ナルト。僕としてはそろそろ木の葉に戻って会談の結果をみんなに伝えたいんだけど。私はナルトさえいれば十分だから。ナルト、あんたももうサスケくんを追うのやめない？サクラはサスケを諦め、君が好きだと告白することで君との約束の重荷を解いた。大好きだからこそこのまま悪へ突き進むサスケを放ってはおけないんだと思う。やっぱり木の葉には戻らねえ。俺のやるべきことは木の葉に戻ることじゃねえ。俺が本当にやるべきこと、それは。おい、ナルト。サスケはまだ純粋だ。簡単に何色にも染まる。そうなった場合、お前は奴を止められるのか？サスケを殺してでも。お前はサスケのために何をしてやれるのか、よく考えろ。俺ってばまだ答えを見つけてない。俺とあいつとの答え、それを見つけないと俺は前に歩けねえ。だったら俺のやるべきことはもう一度あいつと話をすることだ。だがそうはさせない。君を止めて木の葉に連れ戻すのが先輩から指示されたことだからね。だったら大和隊長には悪いけど押し通らせてもらうってばよ。戦闘開始。よし、シュルカン、ラッサンシュルカン。何を言わせないよ。このまま一気に押し切ってやる。フーコン、バッサンシュルカン。行くぞ。勝負あり。今やるべきことだ。
ごめん、ヤマト隊長。俺は、サスケんとこに行って、そんで、あいつともう一度話をする。それが、今の俺にできること。それが、答えを見つけるために、俺にとって大切なことなんだ。だから俺、行くってばよ。待て、ナルト。さくらちゃん、加賀先生、すぐに行くからな。待ってろよ。